はい、どうも、こんばんは。2017年12月の4日です。0時54分です。よろしくお願いします。バーコードさんはどつ？いらっしゃい。トコトコさんはどつ？どうもどうも。リュウホーデスマスはどつ？こんばんは。楽しんでて。おい、アナロッキーワード2。前放送中に買おうか悩んでたグローブ、どっち買ったんですか？まだ買ってねえわ。まだ買ってない。お金かかるんだよね。おい、テミさんはどっち？まだ買ってねえわ。あれはね、辰彦の。あれは辰彦の借りたの。ピンクのやつ。あれは奥さんからプレゼントされた辰彦の私物だね。グローブ高いよ。まあまあ、機材は高いよね、やっぱね、しっかりしたのは。
そういや、なんでグローブっつうとメキシコ製のグローブなんだろう。あのね、俺が欲しいのタイなんだけど、やっぱりムエタイが強いとか、売れるからでしょ。メキシコもボクシング強いじゃん。人口が多いから、その需要があって生産があってって。で、その、なんつうの、日本より人口が多いんでしょ、簡単に言うと。だからまあ、わかるよ。メキシコ製とムエタイのタイ、バンコク製がすごくいいものを作るって。メキシコっつったらボクシングの国じゃん。メキシコチャンピオン多いし。いいものがどんどんできるんだろうね。これが欲しいのはね、ベヌムっていうメーカーで、バンコクのメーカーなんだよね。ベヌム。
はい、こんばんは。もしさん、こんばんは。おー、タカさんはかつ。あぶく銭、お金どうなんだろう。あぶく銭ってな、ああ、要はなんかで儲けて、なんかで予期せぬ収入があって、それはすぐなくなりやすいかってこと？いや、なんか金持ちになる人ってお金の使い方が上手い人とかお金の投資が上手い人だと思ってて、なんか無駄にお金を使わない人がお金持ちになるんじゃないの。で、俺はお金持ちじゃないから多分使い方が下手なんだと思う。人によるんじゃないの。ハート2つありがとう。なんかお金持ちって無駄なものにお金使わないからケチって言われるけど、実はそうじゃなくて、価値があるものにしかお金使わない人が俺は金持ちだと思ってるね。金持ちになりやすいっていうか。でもまあ俺はせっかく稼いだらあの世に金は持ってけないから、じゃんじゃん使った方が楽しいんじゃないかなと思うけど。いい金の使い方してる人が好きかな。俺はじゃんじゃん稼いで、じゃんじゃん人に金を使いたい派だな。そっちの方が楽しくない？使った方が楽しいよね。俺はお金は稼いで、じゃんじゃん稼いで、じゃんじゃん使いたいけど。むしろ使うための道具だと思ってるから。そう。じゃんじゃん稼いだ方がいいと思うね。学ぶものなんてあんの？俺の放送で。いや、ないと思うけど。あんまり俺が話すことを真に受けない方がいいと思うよ。俺だけじゃなくて配信者の言うことを真に受けない方がいいと思う。じゃんじゃん使った方がいいと思う。なんか俺はお金を蓄えるのが正しいことだとあんま思ってない。稼いで使い合えばいいんだよ。学ぶことある？まあ、それだと嬉しいけどな、そう言ってもらえるとね。これは別になんか学んでくれとかそういう感じはないけどな。なんか楽しんでくれればそれでいい。ああ、楽しかったで、っていうもんだと思ってるね。すっきりしたとか。
論破？論破なんかしないよ。思ったこと言ってるだけだよ。論破なんかしないよ、俺。なんかいいこと、どんなこと？なんかって。宝くじが当たるとか。違うことで満たされたいかな。不満があるってこと？こんばんは、あきらら。こんばんは。不満すら長年なくなってきてね、つまらない。幸せなんじゃないの？けん玉はどつ、多分それ幸せなんだよ。悩みがないんだから。別に悪いことじゃないと思うよ。悩まなくていいって相当幸せでしょ。スポーツとか始めればいいんじゃない？なんか。トライしてこなかったことにトライするとか、今まで避けてたことをやってみるといいんじゃない？絵描くとか。なんか目指せば。もったいないよ。人生一回きりだし。俺悩みない。悩むの
ってすごく無駄だと思ってて、悩んで解決するんならさ、いくらでも悩むんだけど、悩みの良くないところって、悩めば悩むほど現状が悪くなるじゃん。悩んでいけば悩んでいくほど悩んでることに固執していくし、良くなった試しが経験上ないんですよ。だから悩むこと自体が無駄だって考えて、問題が起きた時は問題を考えて解決するんだったら考えるけど、もうそのものを放置するっていう対策を取るかな。問題そのものは今解決できなかったら置いておくっていう。で、まあ年を取ってくると解決できることがあるから、みたいな。悩まなくの、悩みは捨てた。悩むこと自体をやめた。解決するといいんだけどね、なかなか難しいからね。悩むって大体見えない恐怖と戦ってる状態だからね。なんか自分の想像力とかで生み出したなんかモンスターと戦ってたりすることが多いから、あんまり意味ないよね。大体なんかリスクがあるとか人間が言い出す時って、ただ怖がってるだけな気がする。悩んで解決したことってあんまないんだよ。では、一個もないかもしれない。行動しかないと思っててさ、悩んで解決したこと一個もないな。断言できるな。何もないね。俺はね、悩まない。無駄。いや、なんか、なんだろう、何にでもなれると思うよ、別に。もちさんが。本当に、まあ今いくつなのかわかんないけど、結構やる気次第で何にでもなれると思ってて。まあ、なりたいのになっちゃった方がよくない？せっかくね、満たされてるわけだから。なんかにトライするって面白いと思うけど。一回きりだしね、人生ね。
棺桶が近づいているから悪あがきかな。ああ、もう結構年いってるってこと？いや、そんなことないんじゃないの？え、いくつかわかんないから言う、わかんないけど。何歳の？棺桶が近づいてるっていうのがいくつぐらいなのか全然想像できないけど。でも無理なこととか悪あがきとかってなくない？なんか俺は一番リスクだと思うのは何もやらないことがリスクだと思うけど、何も起こらないからね。関係は行き過ぎでしょ。10年間何かに没頭したら何かできるでしょ。10年間漫画描いたりとかイラスト描くだけで多分プロ級に上手くなると思うよ。例えばだけど、10年間けん玉だけやったらなんか世界一のけん玉師とかになれんじゃないの。わかんないけど、けん玉師になったところで何なのかわかんないけど。私世界一けん玉うまいんだよねっつって何にもならないかもしんないけど、ちょっと面白いじゃん。すげえで終わり。な、人間って10年続けることができないだけだと思ってんだよね。いや、でも面白いじゃん。そういう人の方が好きだよ。世界で一番けん玉うまいやつ。だから何なんだって。何でもないっていう。でも何もないよりも良くない？何もないよりも全然世界で一番けん玉うまいやつの方が面白いと思うんだよ。宮崎駿ってけん玉めちゃくちゃうまいの知ってる？ 宮崎駿って漫画が行き詰まったらストレス解消で何かしなきゃって思って、けん玉をやり始めたの。で、漫画しか描いてない、漫画っつうかアニメーションずっと描いて、行き詰まったらけん玉やるじゃん。けん玉がプロ級に上手くなっちゃったんだよね。そうだよ。けん玉めちゃめちゃ上手いんだよ。自称世界一カスタネット上手いって言ってて、昔いいとも出ましたよ。いや、面白いじゃん、そういうの。実際上手いのかな？何かの世界一になることってそんな難しくないと思う。要は誰もやってないことやればいいから。だから誰もトライしないくだらないことで世界で一番になればいいんじゃん。何それくだらなくね？っていうようなことで。いや、くだらないよって。これが私の人生だよって。かっけー。こいつかっけーってなるよ。なんかさ、リスナーさんで将棋できる人います？この中に。この中で将棋得意な人いますか？将棋得意な人手を挙げてください。得意っつうかできる人でいいや。将棋できる人いない？この中に。できない？けんたんめん。誰か将棋できませんか？並べる程度。並べるって何？並べる程度っていうか、将棋の世界に並べるっていう言葉はないんだけど。何並べるって。
誰か将棋やんない？俺と。やだ。僕と将棋対決しませんか？一応打てる。バーコードさんさ、ヤフーで将棋打たない？俺と。どう？ヤフー将棋で。対戦しない？どうすか？ヤフーで。やんない？並べるって言い回しあんの？何並べるって。暇じゃん。将棋やろうよ。打てる人。ヤフーのフリーであるじゃん。将棋やろう。将棋配信いいよね。決着つくまで8時間もかかんねえわ。30分もかかんねえわ。素人の将棋なんか どんだけ長考すんだよ そんな5分もかかんねえわ、下手したら あれは引っ張ってるだけだから。もしやってくれんならヤフーログインするけど。8時間もやんないよ。それは、ビジネス的な、すっげえ考え、やっぱりほら、仕事の都合みたいなのあるでしょ。そんな考えねえよ。見せやもの取らないと。見せやもの？見せやもの？何見せやものって。将棋、将棋。あれ、これのんちゃんだな。ログインしてんののんちゃんだ。のんちゃんログアウトするよ。乗り子アカウントだこれ。ログアウトどこだ。ログアウト。俺ログインなんだったっけ。飯？あれ、なんだったっけ、俺の ID。 ハートプレゼントありがとう。カメラの位置近いよ最近。あれ、ワード自分の Yahoo ID が分かんないってどう思う？自分の ID 分かんねえな。あ、入れた。T カード番号？あ、お腹減る？飯のことてんやものって言うんだ。ハートプレゼントありがとうね。スタート配列並べるときルールを知ってるっていう。ははは。かっこいい言い方。できこね。なるほど。できる人の言い方ね。賢の言い方だ。なるほど。要は、強くないけど、ルールぐらいはわかりますよっていう意味か。並べるぐらいはできますよっていう。なるほど。ID 忘れるよね。手前のこと、てんやものって聞いたことないな。おっしゃ、準備できたぜ。これでいいんだよね。OK。見えてるかい？ゲームプレイ。で、俺が部屋作ればいいのかな。どうやってやるのがいいんだろう。
見えてる？みんな。てんやものって言うんだ。俺わかんなかった。見えてる？ OK。 これでいい？どうすか？大丈夫？見えてる？じゃあ部屋、誰もいない部屋だから、どうしようかな。ロビーの6番。ロビーの6番。いきます。ロビーの6番、ワドいるでしょ。で、テーブル作成。どうしようか。タイマーいらないよね。ここでいいか。はい、ワドの部屋作りました。俺は先手でいきますね。はい、ワドいます。じゃあ後手で誰か入ってきてください。ロビーの6番に俺いるんで。レート弱すぎでしょ。いや、来ないでしょ。来ないでしょ。ヤフー将棋のロビー6番です。ヤフー将棋のロビー6番。将棋、ヤフー将棋のロビー6。駒は 駒は並べますよ 駒はない場合ないでしょ。将棋できないでしょ。相手が来てから後手につくっていう。将棋名人リスナーさん、ロビーの6番。そんな駒はないパティーンとかないでしょ。駒はありますよ。レート低いな。1225ね。誰も来ないんかい。誰もチャレンジしない感じ、これ。マジかよ。藤井聡太四段来ないよ。暇じゃねえんだよ。来ねえよ。飛車角落ちで負けるわ、余裕で。余裕で負けるわ。ID に手間取ってんのかな？どうだろうね。ちなみに今準備してる人いる？コメント欄。いる？参加する人いるの？担々麺来ない。これひたすら待つとかすげえつらいよ。いや、弱いわ。もう将棋知ってる人からすると爆笑の棋譜だよ。爆笑の棋譜。棋譜見て大爆笑するレベルだね。和同将棋部。和道は、和道は何なんだろう。わかんない。まあ楽しみに見ててよ。俺のギャラクティカ中飛車。ギャラクティカ中飛車見て。いや、誰も来ないんだけど。さっきできるって言った人いなかった？誰だっけ？バーコードさんか。バーコードさん来ないかな？バーコードさん来ない？俺のギャラクティカ中飛車見せたいんだけど。スマホ、マジでパソコン持ってない感じ？パソコン持ってない？マジか。
どうすればいいんだろう、俺。どうすればいい？誰も来ない感じ、これ。終わった。マジかよ。マジか？いや、このまま待機しても誰も来ない部屋だよ。いや、待っても来ないわ。この部屋誰もいなかったんだから。じゃあ、殴り込みに行くわ。ロビー104人いるところに殴り込んだわ。窓。くっそ雑魚じゃん、俺。青だぜ。くっそ雑魚だよ。もうこうなったら、アウェイに行くわ。アウェイに。アウェイに乗り込もう。1600とか強えやつは戦わねえから。おいよ、一番弱えじゃん、俺、この中で。1、2だよ。あ、弱えやついた。弱いやついる。一番弱えんだよ。恥ずかしくない？わかる？みんな。レート一番低いっていうのは負けがかさんでるってことだからね。あ、弱いやつ緑いた。アンセルも弱え。いたいた。織田も弱え。私です、強えな。私です、強えな。バカにされるっつうか、もう誰も挑んでこねえわ。これヤフー将棋だね。ヤフー将棋。どうする？俺から乗り込む。あ、来た。うわ、強えやつ。私ですじゃん。私ですが来たよ。よっしゃ、勝負。一番強えやつ来たわ。中飛車だ。あー、囲ってくパーティーんだ、これ。中飛車、これ囲い込むパーティーんだな。あ、囲われた。囲われたぜ。やべ、一番強えやつだ。弱い者いじめ始まったよ。穴熊。これ負けだわ。これ負けだわ。あ、負けたわ、俺。ここに銀張ってくんな。全然違ったわ。全然違ったわ。全然違った。びっくり仰天。あー、やばい、やばい。どうしよう。あー、終わったん。終わったん。終わったんだよ、終わったん。うわ、終わったんだ。うわ、終わったんだ。うわ、どうして終わったんだ、俺。終わったん。やべ、終わったんじゃん。終わったんじゃん、これ。どうする？え、終わったんじゃない？これ、もしかして。終わったんじゃない？これ。終わったん？終わったんなの？わあ。わあ。どうして終わったんだ。逃げたん？時間がない。あと4分。あ、銀タンが、舐められてんな。銀と角交換舐められてるな、これ。舐めたん？舐めたん？逃げたん？弱すぎとか言わないで、ちょっと。どうしよう。ヤバタン。ヤバタンだよ、これみんな。え、どうするタン？どうタン？わ。あー。あ、どうしよう、これ。
やばいな。あ、来た。やつが来た。やつが来てる。ここに来るんだよな。どうしよう。どうする？わろたんだよね。いやー、ヤバタン。いや、俺最後まであき、あ、来た。最後まで諦めないから。俺はそういうところあるから、意外と。意外とあるから。最後まで勝負は分からないとか言い張るタイプだから。下げたん？角タン取られたよ、角タン。あ、角タン来た。やべえ、俺の角タンが。銀タンがやばいよ、銀タンが。銀タン狙われてるんだけど、どうすりゃいい？ああ、ああ、もうわかんないわかんない。銀タンが狙われてる。シャカタン？あ、シャカタンじゃない。ああ、間違えた！間違えた！飛車タンが。俺の飛車タンが。飛車タン取ら、ええー、銀タン取られんの？どうすりゃいいんだろえ、もうわかんない。もうわかんないよ。どうすりゃいいんだろう。ヤバタンだな。マジか、こいつ強えな。え、ダメなの？ダメだった？ダメタン？え、ダメタンだった？ハリタンだね、これ。ハリタンされたね。どうしよう。桂馬もらうか。攻めてきたよ。攻めてきたね。攻めたんだね、これ。攻めたん。どうしよう、マジで。マジでわかんねえ。やばいな。ああ、崩されるぞ。こっから来るよ。怒涛の攻撃来るよ。怒涛の攻撃が来るよ。怒涛の攻撃が。ふとした瞬間に視線がぶつかる。あ、シャタン来たな。シャタン来たか。どうすかな。どうしようかな。王が遠すぎる。ああ、イライラする。風船3個ありがとう。あ、間違えちゃった。ヤバタン。いや、マジか。何やってんだ俺。何やってんだ。何やってんだマジで。何やってんの俺。
あ、意味わかんねえ。何やってんだろう、マジで。ヘタタンっつって。いや、ヘタタンでしょ。完全にヘタタンだよね、これ。どうしよう。なんで撃った？桂馬。なんであんなところに桂馬撃ったの、俺。意味わかんねえだろ。え、マジで意味わかんねえんだけど、なんで俺あんなところに桂馬撃ったの？来たー、これ。仕掛けてきた。守りを固くね。守りの和道って呼ばれてるからね。守りの和、あ、やべ。舐められてる。完全に舐められてるわ。舐めたんだわ、これ。舐めたん。完全に、さっきから、こいつに格なんかいらないっていう強気の姿勢が見える。完全に舐められてる。ここからじゃ藤井でも勝てないっつって。 マジか。やめて。ちょっとちょっと。ちょっと。どうなってんの？もう終わったわ。積んだわ。積んだ。積んだ積んだ。積みが見えるよ。あ、来た来た。はいはい。はい、はい、弱い者いじめ。はい、弱い者いじめ。出た、出た。俺嫌いなんだよね。弱い者いじめ。こういう打ち方するやつ嫌いなんだよね。ああ、来た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 。ああ、いじめいじめ。来た来た。やだやだ。ああ、やだ。やだねー。はい、積みたんだよ、これ。引き分け提案する？うわー、やらしい。やらしい。やだー。嫌い、こういうやり方する人。来た来た。引き分け提案で持ち込むっていうのもあるよね。あー、本当にやらしいタイプだわ、これ。本当にやらしい。これね、これはやらしいよ。勝ったな。勝ったわ。これ勝ったわ。これ後で聞いてくるからね、これ。これ70手先で聞くから。これ、あ、来た。遊んでる余裕ね。70手先の手見えないでしょ。あ、取られた。聞いてない。全然聞いてない。嘘だろ？じゃあこういう手はどう？あ、二歩だわ、これ。ん？なんで俺、え？何？こいつをこんなことしてみよう。ああ、やっぱ聞いてたな。ここの桂馬70って先聞いてるわ。見えてるわ、俺。見えてるわ。完全に見えてるわ。70って先が見えた。見えた。完全に見えた。ああ、もう勝ったわ。これ、勝ったわ。これ、勝った。ポンっつってね。弱々しい守りだな、これ。
積むな 積むな、これ。ワドツーツムツムだわ。ワドツーツムツム。逃げ切ることだけ考えよう。いや、なんじゃこれやでしょ。駒が速く、何？駒が速くなると？駒が速くなるって何？どうしよう。もうダメだ。詰みだわ。金があるから。あー、詰むたん。詰むたんだ、これ。あ、詰んだ。詰みたんだね、これ。どう考えても。知ってる。逃げ切れない。詰みたんだ、これ。いや、諦めるなっていうか、そういうゲームだからね。遊ばれてる、遊ばれてる。遊ばれてる。遊ばれてるよ。もうダメだ。詰みたんだ。駒が早くなくなるとじゃなくて、王が詰められると。勝つ。並べる程度にはできてないじゃん。どうしよう。投了しよう。諦めちゃダメだ。諦めたら終わりだ。諦めたら終わったんだ。こっちじゃなかった、こっちだった。終わった。詰みたんだわ。詰みたんだわ。終了。バグった？どうした？来た来た来た。詰みたんだな、これ。逃げたん。終わりだ。遊んでやがる。 こいつ駒全部取る気だ。遊んでやがる。よし、敵陣に切り込もう。完全に遊ばれてる、俺。完全に遊ばれてる。 完全に全部取る気だ、この人。全部取る気だわ。そう来るの。そう来るのか。じゃあ俺もそう行くわ。必死の抵抗を見せてやる。そう来るの。絶対逃げ切ってやるからな。負けないぜ。負けねえぜ。王手くんの。王手くんの。あれ？止まるな。フリーズするな。あれ？フリーズしたな。なんだろう。歩できたよ。よよよよよ。ほよよよよ。終わりじゃん。終わったわ。終わったわ。終わりだ。もうとっくに終わってるんだけど。まだまだいけるぜ、俺は。まだ戦える。 俺はまだ戦えると信じてる。俺はまだいける。どうすりゃいいんだ。どうすりゃいいんだ。諦めたりしない。ネバーギブアップ。ネバーギブアップ。頑張るわ。いじめだよ、いじめ、これ。いじめだよ、いじめ。ちょっと
やめてよ。もうちょっと遊ばれてるよね。ここに金張れやいいでしょ。ここに金張ったら終わりなんだよ。だってここに金張ったら終わりなんだよ。ここに金で終わるゲームなんだよ。これ金あるでしょ。 ここに張りなさいよ。ここに金を投了させたいんだろうね。心を折りたいんだろうね。終わってるじゃん。ここに金貼れよ。なんだよこれ。いやもう完全にこれマナー違反でしょ。私ですさん、ちょっといじめないで。ちょっと全国のみんなに見られてますよ。いいんですか、あなたのサディスティックなところ全国ネットで載ってますよ、私ですさん。もうとどめ刺そう。とどめ刺そう、お願いだから。いや、そういうのないよ。勝ち負けだけだよ、スコア。よし、なろう。まだわかんないね。これね、将棋通から言わせるとまだわからないよ。勝負はまだ終わってないよ。勝負はまだ終わっちゃいない。勝てる。まだ諦めるには早すぎるね。まだいける。まだまだ。まだまだいける。まだいけるぜ。終わっちゃいねえぜよ。いねえってばよ。いたぶるなあこの人。サディストだなあ。嫌なやつだな。嫌なやつだな。どんな顔で打ってんだろうね、向こうは。どんな顔で打ってんのか見たいよね。だってもうここに詰みじゃん。もう詰んでるんだって、特に。なんで？もう詰んでるでしょ。何がしたいの？ちょっと兵糧攻め？ちょっともうやることないって。やることないって。ちょっと、ちょっとどうすりゃいいんだよ。強者ごめん。さよなら強者。銀もらったわ。もういい。まあ、ど真ん中でどっしり構えるわ、俺。王は裸でやっぱりどっしり構えるっていうね。これがやっぱかっこいいよね。一人ぼっち真ん中、敵陣でも自陣でもない。王手来た。させるかよ。ごめん。ごめん、フーごめん。ごめんよ、フー。こっからボナンザでも勝てないだろうね。
起死回生の一手ねえのかな。みんなだったらこっからどうする？ みんなだったらどうする？あー、難しいな。いや、王はやっぱブレたらダメだよね。回線切る。投了、そうそう、起きてな。いや、俺は戦うよ。俺が諦めるところなんか見たくないんだよ、誰も。金玉見せてお願いって言われてんだけど、金玉見せてお願いって 私ですさんからチャットが来てて、金玉見せてお願いって来てるんだけど、女ですよって送ろう。汚い小さいのってお願いって言われて、女ですよって なんか別の戦いが始まったんだけど、いやんって私さんから。私のハマグリ舐めてよ。ペロペロとペロペロ。なんだこいつ。つえ。ここの飛車どけて。あ、どけてくれた。わかんない。別の戦いが始まったんだよ。あーって言ってるね。あーって言ってる。ちょっと待って、俺動く場所ないって。ちょっともう動ける場所ないって。ペロペロハウスってなんだよって。ペロペロともう一回書こうね。ペロ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 リンって、ペロペロペロリンって。 どうするこれ。クリ行っちゃう。ペロペロ なんだこれ このチャット枠どうなってんの 隙あり風船ありがとう。いやー、コリコリ なんか別の戦い始まっちゃったよ。やっぱ将棋は奥深いね。将棋は奥深いよ。いやーなーっつってる。とどめ刺せや、早く。なんか言ってるな。チャット見れない。奥深いね。王手来た！とどめ刺そうとしてる。王手来たわ。金玉って言われた。金玉って。飛車くださいって言ってみよう。飛車くださいって。飛車をくださいって。金玉を入れてーって。 金玉を入れてーって。飛車くんねえかな、どうぞっつって。飛車だって俺飛車のところ行けないんだけど、ここから飛車をもらうことすらできないよ。飛車をもらえない状況だからね。どうすんだよこれ。もうどうすんだよ。もう下がることしかできない。次で終わりじゃん。
あ、もう早く終わる、早く殺してくれよ。もう、早く殺して。長いから。ちょっとチャットしてみようか。ニコ生とか見ますかって。ニコ生とか見ますって。ニコ生とか見ますって。謎のチャット。謎のチャット、ちょっと謎のメッセージを。ニコ生とか見ます？金玉は見るわって。 返しがよくわかんないんだけど、金玉は見るって何？ニコ生とか見ますって言って、金玉は見るわって。どんな、金玉が、金玉、金玉。チャットがバグった。あ、チャットがバグった。バグった。大手来た。大手来たよ。ナイス大手。いつもリコのお尻の穴は金玉でパンパン。お尻の穴に金玉入れるんだ。素敵って送ろう。チャット欄がバグったな。リコって言うんだ、この人。リコさんは、リコさんのお尻の穴は金玉でパンパンなんだね。知らなかったわ。素敵って送っといた。サディストだな、本当に。今はミニスカでおなってるの。将棋打てや。ペロペロ。ペロペロ。ペロペロ。桂馬かよ。おっさんだよね。絶対ネカマだよね。だってさ、ミニスカでおなってるの意味がわかんないもんね。いやん、ピクピク。ペロペロ。だな、キモいおっさん。だな、キモいおっさんっつって。こっからチャットバトルだから。3分間、残された3分間チャットバトルだから。本当の戦いが始まったんだよ。いいっつって。友達いないだろうって。友達いないだろうっつって。 チャットバトルが始まった。イヒヒヒヒヒつって。おって ぶっ壊れた。おま、え、お前を、イヒヒヒヒヒヒ。メインバトル。はあって。はあ？エボだねっつって。はっつって、君頭 君頭悪いね。キモっつって。3だし、1たす9イコール3だし。いひひひひひ。
自宅判明とか言って、書いてみろ、書いてみろ、行くからね、書いてみろ、住所書いてみろよ、住所書いてみろよ、謎のバトル勃発。見たねーっつって、イヒヒヒヒヒ、ショットで負けてる、判明、嘘、おっつと。判明。風船ありがとう。一人にならない方がいいよ。ずっと一人だから、一人ずっと一人なんだよ。15年もずっと一人なんだよ、15年も。あ、もうタイムアウトだ。負けた。終わっちゃった。あ、テーブルから追い出されちゃった。向こうからしたらモヤモヤするよね。ずっと一人なんだよ、15年もっつって。負けたわ。どうしよう。負けちゃったよ。なんか癖になった。 これが皆さん将棋ですよ。これが将棋です。はい、わかりました。闇が深いでしょ。花火ありがとう。モッさん花火ありがとう。いや、奥が深いですよ。麻雀にするじゃあ次は。麻雀にする？なんか面白いゲームあんのかな？なんか面白いゲームあんのかな？なんかあんのかな。上海やるか。わかんねえな。罪だな、これ。これゲーセンとかに昔よくあったよな。ゲーセンになかった、これ、よく。これなんかある？なんかあるか。これあったよね。なんかあるかな。もう罪でしょ、これ。違う、罪じゃないの。なんかある、どっかに。もう罪じゃないこれ。三蔵七品、なんかあるかな。老安、罪じゃない？ヒントいい？ヒント。
あった。ルールがよくわかんねえな。ここは OK なんだ。ヒント。あ、あったあった。わかんねえ、罪だな。あった。あ、いっぱいあるな。いっぱいあるな。あるな、いっぱいあるわ。あ、いっぱいあるわ。いっぱいあるわ。いっぱいあるな。全然見えねえわ。いっぱいあるわ。すげえな、このゲーム。いっぱいあるわ。いっぱいだわ。あ、すげえな。あー、つまらん。あー、つまらん、つまらん。あー、つまらん。わからん。ヒントゲーだわ、これ。ヒントゲー。これただのヒントゲーだわ。全然面白くない。全然面白くねえわ、これ。全然面白くない。うわ、退屈だな。暇だな、おい。オセロ？いや、もうオセロ最強だから、俺。正直言うとオセロで俺に勝てるやついねえから。最強。 M1 解説枠、 M1 やってたの今日。うわ、直樹兄さんがやってるじゃん。直樹兄さんやってるじゃん。俺の対戦相手ふわっちやってんだけど、ちょっと挨拶しに行って。おい、和道に喧嘩売ったらしいなって。ちょっと直樹兄さんどんなリアクションすっか。ちょっとふわっち参入してきたわ、直樹兄さん。ちょ、お前和道と本気でやるらしいな、みたいな。ちょっとどんなタイプか鎌かけてきて、偵察してきて。ちょ、和道通って言ってきて。和道通って。俺、和道とやんのか、みたいな。ちょっと偵察しよう。うん。リアさん、初見さんいらっしゃい。ちょっと、どうなの？これが直樹兄さんか。俺の対戦相手か。俺より花火上がってんな。強えのかな。たい焼きかぶってるやつ大体強えかんな。たい焼きかぶってるやつで弱えやつ一人もいねえかんな。うん、強そうだな、ちょっとな。ちょっと強そうだな。背もでかそうだな。がっしりしてるな。アウトローでしょ。うん、アウトローでしょ。完全に。タッパあるんだよね。俺のデンプシーロール。まあ、デンプシーロールしやすい敵ではあるね。デンプシーロールは有効だと思うわ。イニ、アメリカボクシング界、イニシエのブロー。デンプシーロール。普通にいらっしゃいって言われた。まあ確かにね、蹴られたら一発で終わるっていう弱点あるけど、デンプシーロールには致命的な弱点がある。蹴られたら終わりっていう。相手が乗っかってくれないと瞬殺されるだけだからね。ローキックバーン蹴ればいいだけだからね。何やってんのって話だからね。バチーンって蹴ったら終わるからね。いたたたたたっつって、うん、やめてって。リスナーすごい楽しみにしてるから、俺のデンプシーロール蹴らないでって。うん、
知らない、格闘技歴あるかどうか全く知らない。たい焼き食べたい。お父さんは形になってきたから絶対強くなるよ。いや、俺はどんだけ蹴られてもデンプシーをやめない精神力を持ちたいね。試合中ずっとウィービングしてたい、ね、そう、あいつなんであの戦法使うんだ、攻略されてるのに気づいてないのか、ワドもしかして、もしかしてワドお前壊れてるのかみたいな感じになりたい。パンチのラッカーの疑いを持ったままリングに上がりたい。で、回想シーン、みんなの頭の中で。避けれたはずのパンチが避けれてないんだ、とか。もしかして、ワド線がまっすぐ描けないんだ。そういえばワドやたら目にゴミが入ったとか言ってたな、つって。怖いよ。それでも懸命に戦う俺に感動して。ヤバタンつって。一応元いじめられっ子で弱虫の設定だから、よろしくね。いじめられっ子の設定だから。で、強さとは何かを知りたくて捨て頃に参入したっていう設定だから。ヤバタン。強さを追い求めてるから。で、俺が探してる強さは心の強さだから。そう、いまだに模索してるから。まあ、デビュー戦でクソボッコボコにされたんだけど デビュー戦で判定負けっていうところまで今シナリオ進んだから。主人公がデビュー戦で負けるボクシング漫画なんか見たことねえよ 弱すぎるだろっていう。でもそういう漫画ってないのかな？ボクシング漫画でずっと勝てないっていう漫画とか面白そうだけどな。それ絶対流行るでしょ。何やっても勝てない。でもジムの会長と本人は勝てる勝てるってずっと言い張る漫画。需要ないのかな、そういうの。何巻で完結？ 3 話で打ち切り、打ち切り 3話で連載終了。試合中に突然なんかこう、次の真っ白の画面になって、次のページ試合カーンってなったら次真っ白のページで、最後病院で寝てるっていう ピッピッって第3話の途中でいきなりピッピッつって、今まで全然出てこなかったヒロインがこう、なんか 病院で看護しながら遠くを見つめてるっていう。で、その最後のセリフが「あなた、この子に夢を託します」って言って、なぜか妊娠してる設定で、俺がピッピッっていう、もう最なんだかよく分かんない終わり方。
うん、3話完結だね。バッドエンド。バッドエンドだし、ヒロイン一回も出てこないの妊娠してるし。いや負けは負けでしょ。あれは負けだと思ったよ。ゴング鳴った瞬間に、あ、俺の負けだと思ったよ。うん、リベンジでチャンピン、チャンピンとはもう別にやる必要ないかなとは思ってるけど、うん、スパーリングとかやりゃいいんじゃん。一緒に練習したりとか。テル出んのかな今回。テル出るって言ってた。相手はスタミナね、2ラウンドの半分目ぐらいで切れてたかな。明らかにスタミナ消耗したのはもう分かったけど、よっしゃ切れた、ボディ叩けば勝てるって思って前に出るぞっていう時に、あ、俺もスタミナ切れてるわってなった。びっくりしたよあの時。相手が肩で息してガードでいけるって前に出ようとしたら、もう足ガクガクだった。うわー。びっくりしたよ。俺の足も壊れてるわ。そう、まさかあんなに自分の足が壊れてると思わなかったよ。そっからは泥試合だよ。そっからは泥試合です。皆さんご存知の通り。こう疲れたサウザないの。あの放送でやってるやつ、あれはでも放送がメインだからね。練習をがっつりやるっていうよりは、どちらかというと配信はなんかこう配信に寄せてる感じだから、みんな企画だよねあれは。ちゃんとした練習見ても面白くないでしょ。窓ごろはやりませんよ、うん、とてもじゃないけどチケット売る自信がねえわ。やだな、背の高い相手やだな。身長180とか無理でしょ。
体重何キロなんだろう、直樹兄さんって。初めて見たわ。あー、胃が痛い。身長差は結構重要でね、リーチが違うし顔届かないんだよね、パンチが。ボディ攻めか。ひたすらボディ叩きまくるしかないかな。ボディ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 だね、作戦は。ボディからのボディ。距離取ったら蹴りくるし、インファイトなら膝くるし、本当っすよね。相手有利だよ。ドレさんってやって身長差あるのは慣れてるとかじゃなくて不利だっていう話だね。 やって何回もやって結論不利。 とことん不利なのを再確認。 背高い人からするとやりやすいんだよね、やっぱ。だから減量して、その身長の優位性を保とうっていうのは正しいんだよ、あれ。要は減量なんでするかって、身長高いのを維持したままリングに上がるわけじゃん。下の階級に行くわけじゃん。だからそれくらい有利なんですよ。学んだことはそう、不利。だから雅さんとか相当やりにくかったはずだよ、ドレさんと。だからオーバーハンドブローみたいになってたもんね。それかもうローひたすらもう足を壊しに行くっていうローキックだね。右のローをひたすら鍛える。セオリーなのはボディよりも足を壊しに行くローキック。コテ？コテとかない。 コテとかない。キックボクシングでコテって聞いたことない。
首相撲からの膝が有効的。いや、身長高い人に首、多分これくらいになるんだよな。どうだろうな。ちょっとイメージできないかな。あと相手のファイトスタイルとかも分かんないしな。フリッカー扱いになろうかな俺まさかの俺の方が腕短いのにフリッカー使おうかなガード下げるあえて。あえてね。相手がローミドルハイ蹴れる人なら絶望的。絶望的だな。特に身長低いとハイ入りやすいかな。ハイキックはもうガードするしかないからね。あ、でもまあガードは硬い方だからまあまあ大丈夫だと思うけど、ミドルが厄介。ミドルと前蹴りは結構厄介だ。首相撲からのおでこへのキス、素敵か、そのまま優しくベッドイン素敵か。相手はね、今放送やってる多分直樹兄さんになるんじゃないかと俺は踏んでる。昨日の便所さんの枠を見る限りでは多分今放送やってる直樹兄さんっていう人になるじゃないのっていう、多分ね。
ああ、逃げたい。試合から逃げたい。ああ、逃げたい。戦いたくない。正確に言うと戦いたくないではなく、殴られたくない。怖い。怖い。また叩かれたくない。くそ。またリスナーに怒られたくない。嫌だ。怖い。怖すぎる。怖い。くそ。怖いよー。怖いよー。300人の前でボコボコにされるんだ、俺は。あ、未経験者なんだ。未経験者か。あ、ボクシング経験者？え、ボクシングやってたの？普通に強くない？マジかよ。怖い。やばいよ。攻め方ある。やっぱローキックだな。蹴り上げよう。ローだね。作戦決まったね。ロー。リーリーリー。ロー、ロー、ロー。リー、リー、リー。ロー、ロー、ロー。リー、ロー。インロー得意。俺、インローめちゃくちゃ得意。インローはドレさんにも入るかんね。俺のインローは。稲光のインローって呼ばれてるから。稲光の印籠。いや、印籠得意なんだよ。印籠入らなかったパターンないね。見る。俺の印籠どれくらい稲光か見る。俺の印籠は本当、青い稲妻って呼ばれてるから。俺の印籠。青い稲妻、黒い台風って呼ばれてるからね。はい、ワード2。インローはね、結構得意なんだよね、前から。いくよ。アウトローからのインロー。あれ、ちょっとこれは違うな。多分ね、ドレさんとやった時の方がインローちゃんと入ってるわ。ちょっと待って。ドレさんとやった時の方が多分インローちゃんと入ってるね。こっちか。この後にすぐ出す、インロー。インロー得意技っす。インロー得意なんですよ、僕。結構多用しますよ。インロー結構使います。この後も多分やるよ。ジャブからのインローかな。ここで出すかな。あ、ここは違うな。ジャンピングフック。ジャンピングフック。ドレさんでかいかんね。この後インロー出すね。あれ？組合になるかな。あんま使わないな。この後出すか。この後多分出すよ。ほら。使ってるっしょ。コーナー入れて、インロー。あ、違う。この後。バン。そう、インロー得意なんですよ、僕。インロー鍛えまくろうか。
インロー使いなんだよ僕。よし、徹底的に蹴り上げてやる。インローのはどうだね。インローは入るんだよね。水戸黄門のインローじゃねえわ。今のツッコミ面白かったでしょ。よかったでしょ。今年一面白かったね、今のツッコミね。水戸黄門の印籠じゃねえわ。すげえ、キレッキレ。大爆笑、100人。よし、前蹴りと印籠で攻めよう。作戦は決まった。ロー、インロー。ロー、ロー、ロー。作戦話して大丈夫なの？意外とね、格闘技は大丈夫だね。なんでか教えてあげようか。見えないからね。俺の対戦相手みんな言うから。消えたって。視界から消えたっていう。そう。気づいたら、スポットライトだったっていう。大丈夫。やっぱり青い稲妻、黒い台風、赤いサトウキビっていうニックネームは伊達じゃないから。黄色いショートケーキとも呼ばれてるし。俺の異名、そう。青い稲妻、黒い台風、黄色いショートケーキ、赤いスイートピー。そして桃色の片思い。顔面のガードをしっかりしてパンチ気をつけたらいけます。まあクリーンヒットもらわなかったらいけると思うけど。あともう一個あった。マジで恋する5秒前とも呼ばれてるからね。なんだよ。もしもし。まあ、どう、それは違うぞ。何？印籠で KO なんかした人はいないよ。え、何？印籠で KO なんかした人はいないよ。大丈夫。黒い稲妻だから。何？なぜ印籠を蹴るんだろなぜ印籠を蹴るのか。う。もっと言ったら、ワド、KO の条件って何だろう？お前が考える。まあ勝利の条件って置き換えてもいいけど、 KO の条件は何だ？OK、OK、ちょっと考えさせて。KO の条件。いいよ。TKO じゃないよ。KO の条KO の件。条件は、ダウン取る。ダウンってなんで起こるんだろう？脳震盪。インローで脳震盪起こるかな。 頑張ればいける。頑張なればぜ俺がインローを蹴るんだろう。やっぱり脳震盪かな。最初に教えたのは、足を殺せば、あとは殴り放題でな、キックボクシングの場合は。そうだね。動けなくなるんだから、セオリー通りにやるんだったら。でもそう考える人少ないんだよ。
頭部狙った方がハイキックでもパンチでもいいけど、うん、確率上がるし、うん、うかうかしてる間に相手に距離を読まれて、うん、動きのパターン読まれて詰められちゃうから、うん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 、まあいかにびっくり競争かでもあるんだよ。想像しないことをやる、はいはいはい、だからフェイントの掛け合いなんだよな、うんうん、俺はインロー一発で内側靭帯切れるんだよ、そういう風に教わったから、うんうんでもそんなこと練習でできないよな、まあ、できない相手怪我させちゃうから、うん、でもインローなんて相手の前に踏み込んでくるのがパンチ上手い人には打てないよ。あ、そう。まあ素人同士だったら別だけどさ、うんうん、普通は打てないよ。その距離入ったら頭打たれるから。なんか必殺技ないの、ドレさんの。なんかくず流線必殺技なんて、それを言いたかったのはないんだよ、うん、ないの。ないよ。俺は何、天才的に運動神経が良くて54歳まで格闘技やってんのか、うん、そう。そんなことあるわけないだろう、うん、じゃあなんで俺はプロになれなかったんだよ。ならなかったんじゃない、なれなかったんだよ。わかんない、なんかあれじゃない、マネージャーの女の子に手出したとかそういうことじゃない。そんなことあるわけないよ。業界から干されたとか。普通の人が3年ぐらいで通過するところ、俺は20年かかったけど、うん、練習したから今があるんだよ。なるほど。そんな必殺技とかこれさえ出せばなんてないんだよ。ないの。もっと言ったら、うん、それを知るための人生のイベントなの、格闘技って、うん、俺はお前を助けてやりたいけど、一回リングに上がったら俺はもう何にもしてあげらんないよ、うん、自分で切り開かなきゃいけないんだ。泣いても叫んでも、それが本音だよ。俺だって同等の人とやるときは怖いし、うん、怖いよ。殴られるの嫌だよ。嫌だよ。それには練習するしかないんだよ。その近道とか必殺技なんかないの、うん、ないの。俺がなんで動けるかって、人より何千倍も練習してるから。うん、何千倍は持ったでしょ、まあ、だって20年だもん。何千倍は、普通の人は4年とか5年でキャリア終わってんだぞ、うん、始めてから終わるまで。そうか、世界チャンピオンとかそれくらいか。そうだよね、確かに言われてみたらそうだ。でもなんで俺が強いのかって言ったら、今元世界チャンピオンとか日本チャンピオンの人、うん、日本チャンピオンになる人と、ね、今ねちょっと割り算やったんだけど、うん、ドレさん20年やって、ドレさん20年じゃん、うん、プロの人4年じゃん。何千倍は、まあまあまあ、そこはちょっと、ね、ちょっと認めた、ちょっと何千倍は言い過ぎたっていうのはちょっと認めてほしい。ちょっと今計算したら割る5だったんだよ。配信者の言うことなんか当てになんないんだろう。お前さっき自分で言ってたじゃん。何千倍はちょっと言い過ぎだと思う、うん、意識的にはそれぐらい。寝る時も食べる時もそれ考えてやってんだから。ああ、そっかそっか、悪かったわ。違うんだよ、違うんだよ、うん、俺が言いたかったのは、そんな俺だけが特別にできることなんて何もないんだよ、うん、もっと言ったら、うん、練習も大事だけど、うん、覚悟なんだよ。ああ、まあ腹くくってるかどうか。そう、みやびは俺のこと追い込んだんだよ。みやびくんはすごかった、根性決めてかかったから。殺す気に言ってたよ。それだけ応援もされてたし、負けちゃいけないっていう、うん、自分自身で踏み出す勇気があったから、うん、だから俺は素直に彼を、うん、上からの言い方だけど褒めてんだよ、うん、あんなこと誰にでもできることじゃないから、うん、だから、うん、格闘技をやるってことはそれを知るイベントでもあんの。近道とかズルなんかできないんだよ、うん、そんなのないんだよ。これさえ飲めばとか、これさえやればなんてことはないの。ないの。もしじゃあ俺が天才的な運動神経と天才的なリーチ持ってたとして、うんうん、その日下痢してたらどうすんだよ。お腹痛かった、その日頭痛がしてて寝られなかった、どうすんだよって。どういうこと。いつかは俺より強い人とやるよな、それ逃げて回ったって。ドレさんが練習したこと、うん、練習したことが全部通用しないスパーリング相手なんてしょっちゅういるよ。うん、どうするかっつったら根性決めて、自分信じて根性決めてかかっていくしかないんだよ。元世界チャンピオンなんて勝ち目ないんだから、うん、まあまあまあそうだよね、うん、でも何回かに1回俺の気迫に押される時があるんだよ、元世界チャンピオンが。よくわかんないけど、こいつの気迫に押されちゃうっていう、うん、そんなの多分宮城くんから学んだんだよ。なるほど。だから、
みんなそうなんだよ。怪我もしたくないし、うん、怖いんだけど、うん、じゃあそもそも格闘技なんてやんなきゃじゃん。ズルして勝とうなんていう根性があるんだったら。ちょっと待って、何で前の、前のお前みたいに。ちょっと待って、ずっと聞いてるけどさ、なんで俺がズルして勝つ方向に持ってこうとしてんのかよくわかんないんだけど、俺そんなこと全然言ってないんだけど。だってフリッカーにしようとか、うんうん、お前の良さは自分で言ってたよ。ガードが高いことなんだよ。うんうん、テルチャンピンに KO されなかったんだから、うん、俺の真似してそれを捨てる意味ってなんだよ。そのかっこいいからだろ、うん、フリッカーが。いや正直あのフリッカーって言ったら背短い漫画みたいだから違うよ、うん、フリッカーにしたら負け。背高い相手って振りをちゃんとしてるのにボケなのに誰も拾ってくんなかったんだよ。まあ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 それはいいとしてだよ、うん、だから、うん、根性を決めていくしかないけど、その前に 大前提は、うん、宮田会長も言ってたけど、うん、練習すれば世界チャンピオンになれるわけじゃないけど、うん、すべからく世界チャンピオンは努力してんだよ、うん、練習して、うん、宮田会長じゃん、鴨川会長だわ。間違えたけど、うん、もうそういうことだよ、うん、まあ、ズルしようとして勝とうとしてるとは思わないけど、うんうん、なんかうん、頭がお前はいいからなんか俺が秘密があるんじゃないかって。ないんだよ、うん、知ってるわ。何十年も練習してるだけなんだ、うん、運動神経鈍いんだよ。もしくは知ってるわ。そんなに良くないんだよ、うん、知ってるわ、うん、だからもう決まったら相手が誰とかじゃなくて覚悟を決めな、うんうんうん、分かったわマジレスされてと思うけど、お前のある意味命とか、うんうん、極端な話視力失うかもしれないぞ、うん、一発で、うん、神経管骨折すれば、うん、だから脅かすわけじゃないけど、うん、アマチュアだから受容コンサが事故起こんないとか、お前の良さはガードの高さ、うん、臆病さなんだから、うん、そういうのを捨てないで必殺技なんかないんだから、うん、基本に全てがあるから、うんうん、あとは自分で考えな。なんでかっていうと、うん、プラモデルを俺が作ってあげたら楽しみないよな、うん、あお前の代わりに人生を俺が代わりにやってやったら、うん、お前生きる意味ないよな。そうだね、うん、プラモデルを作る楽しみを知るイベントの一個だから、うん、いろいろ怯えたり苦しんだりして終わったら必ず成長してるから、うん、楽しんでやんな。その怖がることも含めて、うん、その閲覧かもしれない、お金かもしれない、最初のモチベーション、うん、もっともっと得るもの大きいから、うん、ええー、嘘だろう嘘だろう、マジかよ そういう感じかよ嘘だろう、なんかすっげえ怒られたわ。すっげえ好感度だけ上げられたわ。好感度下げられただけだったまあそういうことだね、カワッチね。社会復帰は不可能だって話だね、今ね。マジかよ、真面目な話された。ああひどかったな今。ああ怒られたわ、なんか、うん、そうだろう、うん、なんだろうこれ、放送事故でしょこれ。嘘でもいいから必殺技あるの流れだろう今のは、うん、嘘だろう。必殺技はあるの流れじゃないのアマチュアだから後遺症残る怪我しないとは限らないよ、限らないよ、うん、限らないよ
実際だから俺もテルも1ヶ月ビッコ引いて歩いてたんだよ、うん、でテルも折れたんだよ、俺も小指折れたんだよ、うん、あるよ、うん、黄色いケーキがぐしゃぐしゃになった今、黄色いショートケーキが、うん、びっくりしたびっくりした、うん、赤いスイートピーだったのに、格闘技のことになるとバカ真面目だからな。うん、真っ黒になったね。普通に正しいことを言って去っていった。グーの根も出ないぐらいの正しいことを言って切られた。オン。来なかった。残念ながら、ドレさん真面目だから、格闘技に関してはもう真面目だから、ガチ勢だから、うん、まだそんなこと言ってないのにズルはダメだよって気持ちになった。不思議だった。そうなんかそのズルをしてるみたいな感じに持ってかれた。印象操作を完全にされた。すごい楽しくわーって飲み会やってた時に、そう、すごい怒られた。乗っかってくんなかった。すごいなんかズーンってなった。すいません。お通夜です。プラモデルは自分で組み立てなきゃダメだからっていう、その例えもあんまり上手くなかったし、そのよく分かんなかった、うんうん、なんかプラモデラーを全否定された気分だね。プラモデラーに対するディスです。まあ走れってことでしょ、うん、プラモデル作らない感じのお父さんだわあの人。本気で注意された。本気で怒られた、うん、そろそろトレーニング再開。そうだね、うん、うん、そう一気ってめっちゃ盛り上がってたところでダメだよって、すいません、はい、すいません、本気で怒られたかな。傷ついたわ。もう格闘技の話もうこの枠でできないわ。
正論レイプですよ。正論レイプ。わかります？皆さん。これが世に名高い正論レイプですよ。うん、ハートありがとう。まあまあ心配してんだろうけど、だからもうほら正論レイプな、ほら田中さんもそんな感じになっちゃったもん。ほら全体的に、うん、当たり前じゃん。もうハニートラップにかかったプラモデルの、もうドレさんに何かあったらもう全部プラモデルの下りで、ドレさんよりうまく例えてやる、プラモデルっていうワードを使いながら。全部例え、全部プラモデルで返してやる今後は、うん、もっといろんなプラモデルの例え方でダメージを、うん、もっとやってやる、うん、素組みで組んだプラモデルってダサいじゃないですかとか、プラモデルは選んでる時が一番楽しいじゃないですかとか、いろんなこと言ってやろうと思ってる、うんうん、いっぱい言ってやろう。え、じゃあドレさんはプラモデルヤスリかけないんすかとかね。なんすか。じゃあ塗装するときサーフェイスは拭かないんだとかね。もっといっぱい言ってやろもう。じゃあニッパーとか使わないで爪切り使うんすかドレさんとか。もう、うん、うん、そんなに強く触ったらプラモデルのパーツ壊れちゃいますよねとかね。もう俺はそういう絡み方をドレさんにするよ今後。そういうふう、ドレさんがそう来るなら俺だって俺の方がプラモデルだぞっていう。ドレさんがそう来るなら、え、じゃあドレさんはガンプラがプラモだと思ってるんですかとかね。うん、そう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 、うん、いっぱいプラモデルで対抗する。もっともっとね。プラモデルの気持ちになったことあります？とかね。ドレさん、もう向こうがめっちゃ盛り上がってる時に突かけて、悪ふざけガンガンしてる時に突かけて、もううわー言って10分ぐらい正論言った後に、ドレさんプラモデルの気持ち考えられないんすねっていう。今度はどんなプラも手に入れたんすか、うん、最終的にはだから2年後とかね、プラモデル泣いてましたよとか、もうだんだん趣旨がずれていくんと。プラもマジで泣いてたしって。プラもがどんだけお前のこと考えてたと思ってんだよとかね。怪我だけは気をつけてなっていう、うんうん、あ、そういや、あの古い話なんですけど、プラモデル結婚するらしいっすよとかね。へえへえ。
マジで。なんかプラモデルってコテハン大手になりそうだね。あの格闘技の話になるとピタッと統合失調症の症状が止まるから。格闘技の話になるとね、病気が止まる。パンチドラッカーの症状だよ。興味のあることになると震えが止まる。ピタッ。練習中結構マジになる。格闘技やりたい。ああ、ワドさん、ワドタン愛されてる。俺だからもしかしたら次の捨て頃でピッピッって言ってこうドレさんがおいワドワドって言った時にこう。ワドどうした？ワド何を受け取ってほしいんだ？プラモデルかってなるかもしれない。ピッ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 ミニ四駆だなワド。ワド意識あるのかワド。ミニ四駆だな。ピッピッワド。このミニ四駆が何なんだ。ミニ四駆は分かったでからのピーワドーピーだよ。でもドレさんのあの放送のもうドレさんがこうやって俺のミニ四駆持ちながら解説枠だよね。泣きながら俺のミニ四駆にずっとワドおいワドおいワド忘れねえかなってパンドラッカー、あパンチドランカーね、のんちゃんにも言われるんだよ。ピータードラッカーっていうのね、ドラッカーって言っちゃうんだよ、うんうん、ピーだからあのリンゴ箱の上にずっと俺のミニ四駆が置かれた。あんな先輩いた？いい人だけど苦手。ああ。
レッツエンド5、俺まだわかるぜっていうね。あの、レッツエンド5の方を引き出してきた。そっちの引き出し開けんだ。うん。レッツエンド5の方の引き出し開けたんだ。なんでそんな若いアピールすんだ。そっちじゃねえだろ。四九郎とかそっちの方でしょ。四四郎だっけ。レッツエンド5の引き出しを出してきた。若いアピールしてきた。セコンドね、そうなんだよね。セコンド問題もあるんだよな。ああ俺、セコンドもし出れたらどうしようかな。セコンド誰がいいのかな。うん、セコンド、セコンドミニ四駆にするわ。じゃあミニ四駆にすげえセコンドやってもらう。すっごいよ、声援でもちゃんと聞こえるからね。フィーってオッケーっつって、フィーっつって、オッケーオッケーっつってコーナーの周りずーっとフィューンフィューンウィーガード上げろ、オッケー。あ、ミニ四駆にしようかな俺のセコンド。どうしよう。セコンドにもマイクつけるべきだよね。セコンドの叫び声とか聞きたいもんね。セコンドのところにはマイク必要だと思うわ。弱めのマイクでいいから。作戦バレちゃうね。なんかアメリカ人なんかあったのかな。そういえばなんかアメリカ人出るとか出ないとかで揉めてんの。気になるツイートがあったんだよ。なんか出ないとは言ってないみたいな、なんか謎の。タバコ吸っても何してもいいけど、まずは走り込み、スタミナないと練習も試合もできないから。まあタバコはやめないかな。まあ走り込みだよね。うん、確かに。素人の遊びに向きになるなって
素振りをしないで満塁ホームラン打てるか。なんだよもう。絡みづれえやついるぞ、おい。絡みづれえのいるぞ、コメント欄に。なんだこれ、装填反応だな多分。鬼コーチ感出してる。じゃあドレさんだから今日はマジモードの日なの。スタミナついたら後半で KO もある。2分2ラウンドにするとか言ってなかった？だからバチバチにもう殴らせるつもりでしょ。バチバチにやるんでしょ。今日のドルさんマジレス先輩になっちゃった。配信者という立場をこう置いて話をされておられる。はい、白カラスって。必殺技楽しみにしてた子供たちの夢を返して、ドレさん。必殺技を楽しみにしてた7歳のリスナーが何人いると思ってんの？ワド、必殺技出してくれるよねって DM いっぱいくれてたキッズたちの夢を、それで俺怒ってるんだよ、ドレさん。ワド、ワド、次の捨て頃では必殺技出るよねって。出るよ。出るよって。そうだよねって。どんな必殺技か楽しみだよ、ワド。楽しみだねって。そうでしょって。うん。とっても楽しみだよ。でも僕、まだ子供だからお金ないから生放送しか見れないんだ。大人になったら捨て頃行くからね。ワドの必殺技大丈夫だよ。必殺技はちゃんとツイキャスにも映るよ。ありがとうワドって言ってたあの子の、あの男の子が今どんな気持ちだかわかる？ドルさんわかる？必殺技ないから。いや俺はだからその7歳のね、7歳でいじめられっ子でワドの放送をずっと、ワドからワドが試合で必殺技出してくれるんなら学校行くって言ってた子が、
ああ本当に、ああ今なんて電話しよう、放送外配信外で和の必殺技ないの？あ、いや、あの放送見たよ、和道ドレさんの電話聞いたよ、必殺技ないの？いや、だからあの積み上げるんだよって、積み上げるってなんだよ、必殺技あるって言ったじゃないか、和道なんて嫌いだってなってるよ。どうするの、ドレさん、ドレさん多分今泣いてるっつうか、もうぐれてるんだよ、必殺技なんてないんだ、体育座りで。お母さんが今、たかし、たかしどうしたの、電気も暗くして体育座りで壁の方向いて、たかし和道さんの放送あんなに楽しみに見てたじゃない、必殺技なんてなかったんだ、僕はドレさんの伝突を聞いたよ、母さん、たかし、たかし和道さんの顔見て、たかし和道さんの放送を見て、たかししっかり見て、和道さんは必殺技出してくれる、本当、ママ、ママ本当なの、和道さんの目を見て、あの人は必殺技出すからって、本当かいママ、本当よ。たかし心配じゃ。俺がなかなかリスナーさんのね個人名あげることとかなかなかないからね。本当なんだね母さんって、うん。そう。大体プロレスが好きだとか言ってるやつがプロレスできないとかもう終わってんだろ配信者として。たかしに謝って、ドレさん、あとでたかしにフォロー入れとくわ、必殺技あるよ、40個あるよ、本当にあると思う、試合で見せるのは6つだけどね、6つも出すの、そうだよ、小出しだよ、小出しなんだね、40個もあるんだね、あるよ、次は6個しか出さないよ、小出しは大事だねって、そうだよ、息が短くなるからね、大体前回のドルさんで一番最初のトレーニングに必殺技を教えるっつってローリングそばって教えてたかんな、ドルさんびっくりするわ本当に、ワド必殺技教えてやるよっつってドヤ顔でバックブローとローリングそばと回転系は素人じゃ止められないっつってドヤ顔で語ってたのに、なんで今日必殺技ない体だったとかよくわかんない、
タイムシフト残ってっかん、ね、必殺技を授けるってドヤ顔で俺に言ってたんだよ。もう編集しようかな、初期のそのローリングソバットの下りと今回の必殺技ないって断言してる、それ編集して拡散してやろうかな本当に。これびっくりしたよ。プラモデル界プロモデラー。大体ドルさん怒るときプラモデルの話するから、説教するときプラモデルの話する。窓座れっつってなって、座れ座りなさいなって、なんで勉強しないんだって、いや友達と、友達じゃないだろうってなって、なんで勉強しないんだって、いや学校行ってもつまんないしって、いやそうじゃないだろうってなってな、いや分かってるけど、うん、プラモデルだって勉強したからプラモデルなんだぞ。うん。そうだね。父さんの言う通りだよ。プラモデルは勉強したからプラモデルなんだからな。分かったよ。勉強するよ。分かればいい。いやいや、そういうところはあるでしょ、ドルさんは。すべてのすべてはプラモデルで例えられるって言ってたから。世の中の真羅万象全てプラモデルで例えることができるぐらいトークスキルある配信者は。
高橋の傷、ありがとう、高橋のことね。高橋ロム線だから。ありがとう。108。ありがとうございます、偶然。どこ行くの？どこ行くの？ワド。ワド。私の可愛いワド、どこへ行こうとしているんだい？母さんの病気を治す薬を探しに行くよ。行かないでおくれ、ワド。私の可愛いワド。このままじゃ母さんの病気は治らないじゃないか。やめておくれ、ワド。私のために危険な旅をするのはやめておくれって。お母さんこのままじゃプラモデルみたいになっちゃうよ。でね。どういうこと？おはようたけさん、おはようございます。突然なんですけど、僕 IQ が一般より高いのに周りからバカと言われます。なぜでしょうか？ IQ どれくらい高いの？数値はどれくらいあるの？ IQ IQ が高いのにバカと言われる。周りが IQ 高いんじゃない？そういうパターンとかさ、たけさんは IQ150 なんだけど周りが210とかなんじゃないの？天才レベルじゃなくて IQ 高いってことはさ、あの IQ テストを測ってるから正確な数値が出てるんでしょ。一般より IQ が高いのをどうやって知ったのかっていう。 IQ 何なの？天才レベルかどうかじゃなくて IQ、 その一般より高いっていうのが どういう判断なんだろうっていう、まず前提となってる条件なんだけど、
レスがないな。長いな。IQ 何なの。整備士を目指していた頃があって、その時期のテスト、いやその時期のテストかどうかではなくて、整備士を目指していた頃かも聞いてなくて、IQ 何なのか知りたいんですよ。で、竹さんから振った問題なの、用事してましたじゃなくて、IQ どれくらいあるんですか、竹さんは。 IQ 高いのに周りからバカって言われるわけじゃないですか。整備士を目指していた頃とか、その時期のテストじゃなくて、その IQ がいくつ。147ってすっげー天才だぜ。とんでもない天才だよ。マジで、竹さん、IQ147 だってめちゃめちゃ頭いいよ。バカじゃないじゃん。IQ147？ それ東大とかいうレベルじゃないよ。僕の IQ は147ですけど、学歴は低いですよ。いや、天才でしょ。147ってさ、本読んだら忘れないでしょ。一度勉強とかもしなくて、ずっと学年トップ取れるでしょ。IQ147 って、もう何万人に一人どころじゃないくない？ 10 万人に一人とかだよ。超やばいぐらいの脳みそだよ、 IQ147 って。めちゃめちゃ頭いいよ。自信持った方がいいよ。あの、超天才のレベルだから。 IQ 人口分布で見てみようか。何歳の頃の IQ テスト、それ。大天才だね。 IQ の人口分布、メンサ余裕で入れる。いやいや、関東10万人以上いるわ。関東でいう区分に1人。いや、関東10万人以上いるわ。関東そんな少なくないよ。140、ちょっと待ってね。IQ140、標準偏差、ちょっと待ってね。147、1100人に1人だわ。1100人。ごめん、何万人に1人じゃなかったわ。1100人に1人だって。1100人に1人だって。区分？何？区分の話なんかしてないよ。1100人に1人ぐらいだったらごめん。天才だわ。天才だわ。147は超天才だよ。1100人に1人の天才だ。学年でトップとか、中学校、今地元のエリアでトップぐらいになる脳みそだね。天才だね。なんでバカにされんだろうね。
まあでもメンサ入っても会費払うだけだからな。高 IQ のグループってだけだからな、あれ。IQ テスト俺もやってみようか。 IQ テストやってみる。あるけどトライしてみる。やってみるかい、みんな。見える。 IQ テストやってみる。ぜひ。じゃあ行きます。 About links start。 これか、わかんねえな。英語でやる。
ゲームしたくなる。これなんだけど、正確に言うとこれじゃないんだよな。これより丸が小さくなるはずなんだけど、合ってんのかな。まあいいか、これしかないもんな。フォローありがとう。長いな。長いね。これむずくね。このパターンだとどうなるんだ。法則性が1個しかわかんないから、これかこれなんだけど、これかこれかこれか、これ難しいな。これむずくねえか。わかんねえな。あ、わかったかも。違うな。なんだこれ。これむずくね。なんだこれ。わかんねえな。二重も。
ああ、そういうことかな。ちょっと待って、今法則性探ってるから待って。むずくねえか、これ。これ超むずいんだけど。多分これで合ってると。ああ、分かった分かった。法則性見えた。うん、こことあ、これだ、これです。やっと分かった。ネジ式分かった。残り30分か。合ってるな。多分 B だと思うけど、多分 B だと思うけど、B だな。長いね。わかんねえな。あ、そういうことか。うん、IQ テストやって、なんか IQ147 の人がいたから、ちょっと感化されてやってみようか、つって。面白そうだからやってみようってなってんだけど、多分これで合ってるね。
なるほど。同じのやってみたいけどどこでできますか。ちょっと待ってね。ちょっと待って。チョコいらっしゃい。うん。よいしょ。ちょっと待って。今考えちゃったかな。ちょっと待って。合ってるね。合ってるね。これだ。これわかんねえな。いい、とんでもない。これどこだろうな。これわかんねえな。これ全然わかんねえ。これもう終わったの？これもう終わったの？やったの？何これ、琴音ちゃんやったのこれ。なんだこれ、全然わかんねえな。あ、わかった、わかった、わかった。これ鉛筆欲しいな。真ん中を軸に展開するのか、これ。真ん中を軸に展開するから、真ん中を軸に展開を左、ここ開くんだな。ん？どういう展開の仕方だこれ。ここが、鉛筆がねえとわかんねえな。縦回転軸に、こことここを起点に、うん、こことここ、どうなんだろうこれ。全然わかんねえな。うわ、わかんねえ。
回転軸がこうからこうでしょ。で、こう、こうに、こうか。45度回転するから、45度回転。横棒は必ずあるんだよな。横棒必ずあるパターンってこれとこれとこれか。横棒が必ずあってこれではない。横棒が必ずある。展開的にどうなんだ。横棒これだ、わかった、これだ、これだ、絶対これだ。これ簡単だね。これかな。これは分かりやすいね。これだ、100%これ。残り何問？12問か。長えな。これもそんなに難しくないか。十字×丸四角。十字×丸があるか。これかな。十字かける四角丸、これだね。分かりやすいの分かりやすいんだけどね。なんか厄介なの来たな。なんだこれ。何これ。え、何これ、何これ。全然わかんねえな。
わかるこれ。いやー、わかんねえな。やべ、16分しかねえじゃん。16分しかねえのかよ。時間がない、時間がない、わかんねえな。あー、そういうことか。こっちかこれかこれかなんだけどな。あー、むずいな。初心に変えてこれでいこうかな。放送見えてる？大丈夫？全然だな。時間がねえから飛ばすわ。はいっす！ごめんなさい。これは簡単。これ得意。ここがこう。
E だね。あと7問で11分か、厳しいな。これなんだ、なんだこれ。頭痛、なんだこれ。全然わかんねえ。何これ、全くわかんねえ。わかる？みんなこれ。残り9分飛ばそうかな。なんだこれ、何これ。え、全然意味わかんねえ。これ全然わかんねえな。え、なにこれ、え、全然わかんねえ。なにこれ、あ、わかんねえわ。え、なんだこれ。え、なんだこれ、マジでわかんねえ。え、どういうことこれ。マジでさっぱりわかんねえわこれ。わかる？これ。え、なにこれ、どういうこと。え、どういうことだ。え、なんだこれマジで。あ、さっぱりわかんねえ。飛ばします。わかりやすいね。え、これなんだ。何これ、こんな動きにならなくね。
なんだこれ。わかんねえ。35問目わかんねえ。なんだこれ。出た。あと何問？あと6問？あと4問？あと4問5分。飛ばします。わかんないっす。飛ばします。あ、全然わかんねえな、これも。わかるかも。これはわかるかもな。こんばんは、もかさん。楽しんでってください。もう IQ テストもうちょいで終わるんで待っててね。なんだこれ。マジわかんねえな。法則性見当たんねえぞ。どういうことだこれ。三角は丸になる。三角は丸。 IQ テストやってんだけどね、すげえ難しいんだよね。ダメだな。残り3分。分かりそうなのがねえな。答え出してもいいですか。終わりにしてもいいですか。もうわかんないんで。IQ 結果出していいですか。鮮度。アバウト IQ。どれ押せばいいんだろう。鮮度で合ってる。鮮度、ホーム、アバウト IQ、ヘルプ。どれだろう。どれやればいいんだろう。ホームじゃないのとヘルプじゃない。鮮度とアバウト IQ、どれ。
それとも1分待つ？どうすればいいんだろう。あと1分だから待ってみようか。IQ 何ぐらい出るかな。30秒ですね。さあ私の IQ はどれくらいでしょうか。見てみましょう。ごめんね、なんか40分ぐらいやってたよねこれ。 IQ どれくらい出るかな。わかんねえな、難しいな。いやこれ解けねえわさすがに。5、4、3、2、1。初見じゃないでしょ、モスさん。さっきずっとコメント打ってたわ。IQ、126だね。IQ。126だね。こんなもんか。メンサには入れないね。メンサレベルには入れなかったね。126。これアメリカメンサのテストで130超えたらまあメンサ入れますよみたいな。ダメだったね。126か、分かんなかったな。難しいわ。うい、ただいま126でした。メンサのテストは。いやー、もう頭使ったけど無理だったね。全然分かんなかった。後半5問ぐらいは全然分かんない。本当にどういう仕組みなんだろう。法則性が全く分かんない。モヤモヤする。頭いい人に聞きたいぐらいだ。頭痛くなんだこれ。図形系の IQ はね、でも同じぐらいだったから127だっけ、6だっけ。ウェイス3と同じぐらいの結果だったね、図形系は。いや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 、これ正確だと思う。図形の把握系の、IQ は同じぐらいだったから。俺他の IQ が異常に低いのよ。そう、ウェイス3でも同じように高かったよ。図形の分解問題みたいな。こういうのは得意っちゃ得意な部類なんだけどね。時間の把握能力はすごい苦手なの俺。時間軸の把握は全然できない。IQ にも必殺技なかったね。
でも IQ はあの何つうんだろう、鍛えられないって言われてるな、俗一般的に言われ、俗に言われてるのは。めちゃめちゃ頭使ったから言語出てこなくなっちゃったよ。いいよ。ただ40分かかったんだよ。すげえ疲れるよ。でもこれは一般的にそう医学的に言われてる IQ の測り方ではない。正直言うと。もっと複雑にやる。こういうのもやるんだけど。もっとその問いかけみたいなのもいっぱいあるのね、本当の IQ テストは。だからこれはちょっと違う、ちょっと違うっていうか IQ の中の一項目って感じだよ、14項目のうち。まあでもしっかりやってる方ではあるね。中学受験した人、中学受験した人には割と簡単かもしれません。中学受験、お受験ってやつ。中学受験とかも成田だとあんま考え、一人いたか、小学校の時に受験するってことだよね。いたわ、二人ぐらいいたわ、学年にお嬢様。そういえばいたな。東京はいっぱいいるよ。東京いっぱいいんだ。田舎の方だと学年に2人ぐらいしかいないよ。まずお受験とかそういうなんか金持ちの子供だったよね、やっぱりね。東京はさ、学校がいっぱいあるから。要はあれでしょ、大学の進学校っていうかさ、慶応とかに行くんでしょ。だってあれだもんね、小学生からあの慶応の人のことを本当には慶応ボーイって言うんだよね。生粋だから慶応大学入っただけじゃ慶応ボーイになれないんだよね。もう要は家が少し違いますが似たような、問題解いてます。へえ。要は地頭を測るんだ。うちの中学に入りたければこの問題を解かねばならぬと。高校から行った？慶応？慶応なの？賢だ。兄ちゃんには賢。賢だね。賢だ。息子なんだ。もつさん金持ちじゃん。じゃあ普通の一般家庭でお受験なんかないよ、ないよ。育ちがいいというか旦那だから高級塾上級国民、上級国民ですよ。俺らとかあの下級国民なんで、人の気持ちと気持ちの関わりで出来上がってる社会で、ただの図形パターンって疑問。あ、じゃあ、あの、IQ を測るものだから。IQ テストは。要は、地頭の考察力みたいな、アルゴリズムを見つけられるかだけを測ってんの、簡単に言うと。
大阪の公立荒れてるから。あーっていうよね、すごいらしいよね。だってあれでしょ、日本で一番頭が悪いんでしょ大阪って。一番ね頭いいのね、うん、秋田なんだって。秋田なんだ。あー勉強めちゃめちゃするからな多分。だからね、優しさ検定3級、あ、俺優しさ検定協会開こうかね。え、ニメさんっていうのかな、ニメさん、いいこと言った。英語検定3級です。漢字検定1級です。 TOEIC だっけ、 TOEIC900、 優しさ検定初段ですって。どう、素敵じゃん。優しさ検定協会作ります。問題、妊婦さんが、妊婦さんが、電車に乗っているときに、あなたならどうしますか。優しさ検定、これ3級に出てくる問題。優しさ検定3級、うん、お会計が928円でした。1000円出すのと1028円出すのどっちが正解でしょう。この3級に出てくる優しさ検定難問になってくると、あなたは新入社員の、新入社員の女性が、残業中泣き出しました初段ね、これは。優しさ検定初段クラスになると、新入社員の女性の部下が、残業中突然泣き出しました、職場にはあなたしかいません。あなたはチームリーダーです。その時あなたのオフィスには、ココアがありました。正しい、対処法はココアを濃いめに入れるです。さて長い長い解、うん、なしってことは問題だね、うん、正解は新入社員が、彼氏ができたばっかりだったけど彼氏が浮気してたが正解です、うん、はい、とかね、優しさ検定ですよこれからの時代。優しさ検定が高くないと採用ができませんよ。さて会社の飲み会で、1個焼き鳥が残されている状態が13分間続いております、はい、一番優しい答えをお選びください。下記の4択の中から一番優しいと思うものを選びなさい。自分が食べる、うん、自分、ああもうノット優しさ、バット優しさ、ノンノン、正解は、人数分で唐揚げをばらすが正解ですね。はい、店員さんにナイフとフォークを用意してもらい、人数分で唐揚げを分けるが大正解です。2級です、あなたは、はい、で、免許皆伝優しさだと、そもそも鳥がかわいそうだから唐揚げなんてダメだが、免許皆伝うん、そう、やっぱ鳥にも優しいからね。優しさ検定協会会長は、うん、で優しさ協会免許改伝には何て書くか、このテスト受けませんって、なんでですか、面接で、ね、免許改伝クラスになるとこのテストやっぱやめますっていう、そう、優しさなんて測れるものじゃないですって、はい、もう君会長っつって、はい、これがあの今までの優しさ検定協会、誰かと争うなんて優しくないですっていう
落とされた人がかわいそうですって言って泣き出すっていうね、合格、うん、君副会長ね、はい、ありがとうございます、うん、そうしよう、うん、そう、優しさ検定大事、優しい好きな食べ物はって聞かれたらなんて答えればいい、私の好きな食べ物よりあなたの好きな食べ物のことが気になりますごっつ優しい私に気使わないでくださいと、むしろあなた面接官の人の田中さんの好きな食べ物のこと考えませんって言わないとね、やっぱり、うん、それが正解、優しさ検定落ちる人いっぱいいるよ、いっぱいいる、そう、めんどくさいよ、うん、優しさ限定は深い、うん、そもそも IQ 高いとどうなるんですか、どうなるんじゃなくて IQ が高い人を選んでるだけ、高いとどうなるんじゃなくて IQ が高いかどうかを測ってるの、どうもならない、 IQ が高いとどうなるの意味が分かんない、そう、質問が分かんない、どうもならないね、ならない、頭がいいか悪いかを判断するだけです、配信者検定もやりたいね、はい、さて問題です、確実にバンになりますがチンコ出せますかってはいかいいえで答えてください、一生楽して暮らせるとかないですね、ないです、うん、IQ 高いだけじゃ飯は食えません、その通りです、配信者検定第2問、はい、仮想配信者がディスってきました、正しい対応をこの下記の3択からお選びください配信者検定問4、アンチコメントが来た時の正しい対処法を述べなさい、30文字以内で述べなさい、難しいよ、坂は IQ 高かったのか知らない、初めて聞いた、うん、女生主がパコローと言ってきました、暴露されるでしょうか、されないでしょうか、正しい問いを1か2からお選びください LINE は晒される前提で打っているでしょうか、正解です
モツさん正解です、はい、2チャンネルはチェックしますかしませんか。正しい問いはどちらでしょうか。どれの深夜食堂が時速3キロで家を出ました。5分後あなたは自動車時速60キロに乗ってどれの深夜食堂に追いかけます。カメラは回しますか。次の座標X と Y を見たとき佐野智則だったらどういうコメントをするかお書きください。いや難しいね配信者検定。この中の写真の人物で一番悪いと思う人の、下記の4から D までの肖像写真の中で一番悪いと思う人物に丸をつけなさい。うんうん、お酒を飲む時の掛け声を正しい掛け声をお選びください。お金ですか閲覧ですか。アイテムか閲覧か。じゃあすいません次枠いきます。金なんだ。金なんだ。次枠いきましょう、うん。アイテムなんだみんな、うん、うん、YouTube で無断であなたの動画がアップロードされています、削除申請を依頼しますか。風船300ありがとう。アイテムありがとう。モツさんメガホンありがとう。はい次枠いきましょう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。